マリサ。どうした霊夢、保護色って知ってる？ああ、知ってるけど、この真っ白な天使のスキンでさ、雪のエリアに降りたらさ、誰にもバレないんじゃないかと思ってね。んなわけねえだろ。てか、もうすでになんかバレてそうだわ。3人も城のてっぺんに降りようとしてるな。だ。ダメだ。タコのグライダーが一番早かった。しかしこの辺で降りてもそこまで不利にはならない。緑アサルト、これならさらに飛んでった人を狙えるかも。あの人は、初手で自販機のとこに行くのかな。若干足くじいたけど、構わず攻撃するわよ。よし、青アイテムは私のものよ。さあ、こっからどうする霊夢。ってまた足くじいてんじゃねえか。大丈夫、ここの宝箱からジャグジャグ引き当てますからね。なんで若干未来予知してんだよ。ゆっくりだからですかね。あ、はい。それじゃあ、自販機のあったとこ向かうわよ。あれは、多分青ポンプ、なかなかいいの出してくれたじゃないの。さて、ジャグジャグ飲んだしまたここに戻る。上の人が下まで来るのには、そこそこ時間かかるからね。って、何よ、こんな近くに青ポンプ落ちてたんじゃん。気づかなかったな。東大元暮らしってやつだ。あ、やっぱりここの大広間にはまだ来てない。でもめっちゃ足音が聞こえる。今まさに来ようとしてるとこだな。足音はこの辺か。来た、そこの扉だ。霊夢のポンプはヒット。からのサクサクジャガミ打ち。やった、なんとか勝った。ミニポとデカポドロップしたから、シールドもつけれそうだな。お、こんなところに宝の地図が。その左にもなんかあったよね。あ、こっちはタレットか。さて、宝はどこに埋まってるんだ。あ、そっち方向か。北の方だな。どうやって降りるか考えないとね。てかさ、この島ってさ、南側に雪エリアがあって、北側に熱帯エリアがあるじゃん。まあ、そうだな。ということはこの島は、南半球にあるのかもしれないね。確かに。南半球なら北側が赤道に近くなるからな。でも、こんなちっちゃい島だし、考えすぎだと思うけどな。ま、そうなんだけどね、仮説よ仮説。ここの宝箱は渋かったな。もう財宝探しに行っちゃう？あ、思いっきり場所見えるじゃん。よし、さっきちょうどジャンクパッド拾ったから、これを使って一気に開けに行っちゃうわよ。いやー、気持ちいいねー、本当に天使になった気分。なんか、グライダーが天使っぽくないけどな。このスキンに似合うグライダー全然持ってなかったのよ。一番マシだったのがこれっていうね。シーズン5のビクロイガサじゃねえか。懐かしいな。あ、ロケランとサイレンサー付きアサルト、いいね。あ、今木が消えた。敵発見、背後取れてるわ。あ、一発しか当たんなかったけど、シールド割れたな。多分もうポーションとか持ってないはずだぜ。あ、ジャンクパッドで逃げたな。タワーの方に向かったな。よし、追っかけるわよ。あの人かな？そうなのかな？わかんないけど、もうこの際誰でもいいわ。このロケランのエジプトなりなさい。な、直前にバルーンで飛んで避けられた。そう。当たらなかったか。でもこれでゴミ押しよ。あ、シールドなかったな。ポーションは持ってるけど。結局さっきの人だったかはわかんないわね。おい、敵のグライダーの音が。大丈夫、遠くに行ったわ。お、紫ポンプラッキー。そしてここに落ちてるのは、エピックのインファントリーライフルじゃないか。最近追加されたやつだな。ちょっと遅くなってしまったけど、今回は新武器の回にするわよ。今度こそ、近くに誰か飛んできた。さらにもう一回飛んだな。これは戦闘不可避ね。インファントリーライフルで。飛んでる敵には当たんないか。やばい、建物の屋上。こっちが不利な位置だわ。相手はヘッドショット決めやすいからな。でも、こっちには精密射撃のインファントリーがある。信じろ、新武器の力を。うおー。すげえ。ヘッドショット2発。体力20残してギリ勝てたな。インファントリーライフル。強い。これは、レア度上がって化けたかもしれんな。あ、敵だ。あそこにも敵いる。資材集めに夢中なようだな。あそこは多分若干アンチから外れるから。いつ仕掛けるかだよな。こっちに近づいたところを狙うべきかな。バルーンついてるし、狙いやすいかも。よし来た、今だ。相手はすぐさまバルーンを外す。最初に初当てるも、霊夢に結構食らってしまった。くそー、ロケラン当たれ。だ、ダメだ、頑張れインファントリー。インファントリー。またこれのおかげで助かった。最後まさかの近距離接触だったな。インファントリーライフル、マジで強いかもしれん。
おっと、あそこにも敵いますねー。あれ、インファントリーちゃん調子悪いのかな？多分お前の腕に問題があるんだと思うぞ。どうしよう、建築されちゃったし。ストームが来るから移動中に攻撃されたら厄介ね。ここはジャンプパッドを使っちゃうわよ。すぐに傘を開いて、相手の建築に接近だ。これはこれで危険な行為ではあるけどね。相手さんの出方は。おっと、下に降りてくれた、ラッキー。しかし霊夢のポンプが遅くて余裕で防がれる。く。やばい。上から攻められる。一旦下に降りてロケランよ。いや。っていうか、お互い外しすぎだろう。いや、ほらほら、ちょっと当たったわよ。なんでだよ、なんでショットガンこんなに当たんねえんだよ。目隠しでもしてんのか。っていうか、なんか別の敵が来た気がするんですけど、やばいよ。一旦ここで待機。上で戦ってくれてるのかな。あ、ちょ。うわー、なんでノーダメージ？こっちが危機勢は。なんか、前段外してくれたみたいですね。今の絶対もう終わってるとこだったろ。奇跡的に生還したわ。で、もう一人の敵は、ダメだ、もうあんな高いとこまで行ってる。仕方ない、ここは一旦ジャンプパッドで逃げるしか。あ、霊夢。損しかしてないな。シールド少し減ったし、ジャンプパッド二つとも使ってしまったぜ。でもまあ、安全第一よ。この中で一回体勢を立て直すわ。さあ、残り三人まで生き延びた。インファントリーライフル。ここまで来たら最後までその強さを証明してくれ。まずは一人、向こうの櫓にいたから一旦建築でガード。隙があればこれで狙っていきたいところ。お、右に別の敵もいるじゃねえか。そっちの方が狙えそうだぞ。よし、これはインファントリーチャンス。いいダメージ、しかも今その人が撃ったロケランであと一人に。いける、これマジでいけるぞ。よし、まずはロケランで。相手はブーム棒も持ってるのか、厄介だな。う。ロケランはちょっと変なとこ行っちゃった。でも相手さん下に降りた。ここでこの程度が生きる。相手のブーム棒は外れ、霊夢のインファントリーライフルは2発命中。よし、マジでこれだけで相手を追い込めてるわ。もうこのまま倒せないかな。ダメだ、さすがに装填数的に建築破壊には向かないな。こうなったら乗り込むしかないわ。相手の拠点はアンチ内だからな。う。飛んでる時が一番危ない。相手のコンパクトサブマシンガンを食らう。そう、しかも建築の対応も早いわね。でも私の方がまだ有利なはず。しかし相手さん建築でしっかりガード。ダメだ。一旦落ち着こう。焦ることはないんだから。言うてレイムももう100以下。ロケランやブーム棒食らったらアウトだぜ。慎重に行動しないとね。今んとこ相手さん攻めてくる気配はないけど。一応ここも壁で塞いどいて。この辺にトラップとか設置しとこうかな。あとは、8、武器のリロード。全部ちゃんとできてるかな。ショットガンはできてなかったな。あ、なんか操作ミスった。で、ここギリアンチガイじゃん。やばい、急いで。急いで立て直さないと。レイム、危ないぜ。よ。よし、なぜか相手さん撃つの少し遅くて助かった。よし、インファントリーでとどめを。ダメだ、建築で防がれちゃう。こ。ここは一回ロケランか。やった、危なかった。最後はロケランだったけど、今回ビクロイ取れたのは。じゃじゃーん、インファントリーライフルのおかげです。はい、ということでビクロイおめでとうなんだぜ。エピック以上のインファントリーライフル、マジで使えるかもしれないわ。この試合に関しては本当に大活躍だったな。ということで、最後この試合でのインファントリーライフルの活躍を、ハイライトでどうぞ。皆さん、最後までご視聴、ありがとうございました。グサをゆっくり、のコードを入力して、ぜひ、クリエイターサポートをお願いします。こちらには、この動画を見てくれた皆さんに、おすすめの動画のリンクを貼ってるぜ。ぜひチェックしてみてくれなんだぜ。チャンネル登録も、まだの方は画面上のアイコンからできるから、どうぞよろしくお願いします。それじゃあ、また次の動画も見に来てくれよな。まったねー。